ドレミちゃん、お元気ですか？私もパリで元気にバイオリンに打ち込んでいます。パリの空港に到着した時、私思ったの。バイオリンが私をパリに連れてきてくれたって。パリの街はニューヨークと違って時間がゆったり流れているように感じられて、私の生活リズムに合ってるようで、とても過ごしやすい。最近よく一人で公園に行ってバイオリンを弾くようになったの。学校でも寮でも演奏できる部屋はあるんだけど、一人で使える時間は限られてる。だから公園で自分が満足できるまで練習するようにしたの。初めは日本人がバイオリンなんか弾いてるって白い目で見られているように感じられたんだけど、何度も公園で弾いていると、散歩している人も足を止めて私の演奏に耳を傾けてくれるようになった。今日なんか演奏し終えると老夫婦が拍手してくれて、嬉しくて嬉しくて。昔は引っ込み思案で自分から積極的に友達を作るタイプではなかった私だけど、ドレミちゃんや親友たちのおかげで少しずつ成長できたんだと思う。この前のメールで小竹くんともたまに会っているって教えてもらったけど、ちょっぴり羨ましいな。ニューヨークのマサルくんとはメールと電話だけの遠距離恋愛ですもの。でも不思議なものね。会えないと余計思いが募るのかもしれない。それはマサルくんも同じだってメールに書いてあった。メールの文面も長くなったし、情熱を感じるの。私何書いてるんだろう。ごめんなさい、なんか取り留めのない手紙になってしまったけど、とにかく私は元気で暮らしています。ドレミちゃんも風邪などひかないで、来年の春に備えて受験勉強に励んでください。ももちゃんと話したんだけど、今年のクリスマスは帰れないけど、来年の春には日本に一緒に帰ろうと思ってるわ。笑顔で再会できることを心より祈っています。親愛なるドレミちゃんへ、葉月より。 PS、 ももちゃんがニューヨークの音符ちゃんに電話した時、手紙を書かないと感情を忘れるってアドバイスしたらしいの。負けず嫌いな音符ちゃんのことだから、きっと近いうちに手紙が届くと思います。